エルスカレンズは、ベルギーウェルペン出身の元女子、プロテニス選手。2000年のシドニーゴリン女子ダブルスで、ドミニク・ファン・ルーストとペアを組んで銅メダルを獲得した、選手である。自己最高ランキングは、シングルス43位、ダブルス12位。WTA ツアーで、シングルスの優勝はなかったが、ダブルスで10勝を挙げた。4大大会でも、 シングルスは3回戦止まりの成績だったが、2000年、全米オープンの女子ダブルスでベスト4進出がある。1990年に、プロ入り。カレンズは長い間、女子プロテニス界では地味な存在の選手だった。1991年ウィンブルドンで予選を勝ち上がり、本戦2回戦に進出したが、その次の4大大会シングルス本戦出場は1995年の、 前後オープンである。1997年と1998年の2年連続でカレンズはウィンブルドンの女子ダブルス準々決勝に進出する。1997年はジンジャー・ニールセンとペアを組み、1998年はジュリー・アラールデ・キュジスと組んだ。全仏オープンの女子ダブルスでは、1999年に、 リタグランデと組んでベスト8に入ったが、準々決勝でビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に敗れている。エルスカレンズは2000年30歳にして世界的な知名度を得た。この年、彼女はドミニク・ファン・ルーストとのペアで全米オープンの女子ダブルス準決勝に進出し、続いて行われたシドニー五輪で女子ダブルスの銅メダルを獲得した。全米オープンの準決勝では、 カレンズとファンルーストは、杉山アイアンド、ジュリー・アラールデキュジス組に5から7、1から6で敗れている。シドニー五輪では、二人は準決勝で、ウィリアムズ姉妹組に4から6、1から6で敗れた後、準決勝敗退の二組による、銅メダル決定戦で、ベラルーシ代表のナターシャ・スベレワオリガ・バラバンシュコワ組を4から6、6から4、6から1の逆転で破り、 ベルギー代表の二人が銅メダルの表彰台に立った。これはベルギーの選手がオリンピックのテニス競技で獲得した最初のメダルである。この偉業達成の後、カレンズは女子ツアーのダブルスで6つのタイトルを加えた。2000年までに獲得した彼女のダブルスタイトルは4つであったが、それを上回るペースになる。一緒に優勝したダブルスパートナーの中には、 2002年6月にイギリスバーミンガム大会で組んだ朝越忍もいた。2002年は日本のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントのダブルスでロベルタ・ビンチとペアを組んだ準優勝もある。最後はジンバブエのカーラ・ブラックとペアを組み、故郷の大会であるベルギー・アントウェルペンのプロクシムス・ダイヤモンド・ゲームスでダブルスに連覇を達成した。 遅咲きのダブルス選手であったエルス・カレンズは2005年10月のベルギー・ハッセルと大会を最後に35歳で現役を引退した。最後の大会ではカレンズは後輩選手のキム・クライシュ・テルスとペアを組み、準決勝でミハエラ・クライチェックアグネシュ・サバイ組に6から7、6から4、5から7で敗れている。カレンズは女子テニス国別対抗戦。 フェドカップでも1994年から現役引退する2005年までベルギー代表選手を務めダブルスで17勝6敗のチーム最多記録を残した。カレンズは引退から6年後の2011年にカブツアーであるサーキット大会のダブルスに出場した。5大会に出場し7勝5敗の成績を残している。W イコール優勝、F イコール準優勝、 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます